んてのはね、ほら何も書かない資料ほど綺麗なのないですからね。けども人間ってものは情けないもんで、絵画もね書いて遊ぼうって言うんでしょうね。金や名声に関心を持たず、一途に絵と向き合った画家、熊谷盛和。仙人と呼ばれました。晩年の絵は、色や形が極めて単純です。しかし、そこからは、新鮮で深い安らぎが感じられます。東京池袋郊外にあった自宅兼アトリエは、うっそうと茂った木々に覆われていました。盛和は晩年ここからほとんど外に出ず、身の回りのものを描き続けました。これで何月頃からですか、絵描こうかななんてお気持ちになるのは。去年は5月に入ってからです。5月、うん、今はまあ冬眠中ってわけですね。寒い時はね、行けないで、まあじーっとしてるわけですね。退屈しませんか。いや、退屈って言ってね、退屈っていうのを、ね、退屈はね、よく言う石ころ一つとでもね、そういうのを見てでも遊べるし、それですからハエがいなくなるとね、寂しくなるって言うんですけどね。はい、これは半分、半分かけたけどね。これは私には面白いんだよ。これ半分かけてね。それかけちゃった、大事な宝物だって。あのね、わしの嫁がね、宝石箱集めてくるんですからね。宝石箱、でね、あんなものは何が面白いんだよ。あんまりしてるから、俺の指輪見せてやろうかってこれ出したんです。みんなが指を大事にするみたいに大事にしてる石だということだし、喜んでしちゃう女の人が集めるそのダイヤモンドみたいな宝石みたいな。そうですね、私にはね、ダイヤモンド嫌いだそうですね。熊谷盛和は明治13年岐阜県で生まれました。父は宝石工場を営み、初代岐阜市長も務めた地元の名士でした。盛和は20歳の時に東京美術学校に入学します。同級生に青木茂をはじめ、将来日本の画壇を背負って立つ人たちが集まる中で、盛和は首席で卒業しました。29歳の時に文展で見事入賞したろうそく、若き日の代表作です。画家としてずば抜けた才能を持ちながら、盛和は金を得るための絵を描こうとはしませんでした。42歳で結婚して5人の子供ができましたが、貧乏が続きます。昭和3年幼い次男が肺炎で命を落としました。妻からは何遍も絵を描いてくださいと言われました。たとえいい出来でなくとも、作品さえできればなんとか金に換えられるというのです。周りの人からもいろいろ責め立てられました。しかしあの頃はとても売る絵は描けなかったのです。これは息子の亡骸を前に、盛和が無意識のうちに描き殴った作品です。次男の陽が死んだ時、陽がこの世に何も残すものがないことを思って、陽の死に顔を描き始めましたが、絵を描いている自分に気がつき嫌になってやめました。死んだあの子のことを考えると、今になっても胸の締め付けられるような思いがします。ついで長女の万が昭和22年に結核で亡くなります。焼き場の帰りは万の死後8年かけて書き上げた作品です。完成した時盛和75歳。この頃
色や形を単純化した独自のスタイルが確立しました。なんかあの絵の話をするのはねどうもお嫌いだそうで、ねまあ、遠慮してるんですけどね、でもちょっとその絵の話もと思うんですがね、こういうあの最近の絵ですよね、これは割合最近の作品ですよね。うん、あの昭和の初め頃なんかの絵を見ますとね、もっとものすごいこう荒いタッチの強烈な絵でしょ。今の方がね、日本画ですからね。はいはい、明らかに描いてます。うん、最近のこう平塗りのね、ああいう穏やかな感じの絵になってくるのはやっぱりこう心境が変わってくるからですか。結局はね、何見てるかってことでしょ。はい。まあ、有名な言葉になってしまいましたけどね、下手も絵のうちってことでおっしゃる、だからよくね、上手、いや、絵だといえばね、上手なんてものはほら先が見えちまいますわ。ああ上手は先が見えちゃう、行き先もちゃんと分かってますわね。ああ下手のはねどうなるか分からないです、それだけこうなんていうか、変わる可能性もある。スケールが大きいですわね、上手な人よりはスケールが大きい。ね、一体ね、それは絵なんていうのはね、それは何も描かない資料ほど綺麗なのないですからね。けども、人間っていうのは情けないもんで、絵画もね、描いて遊ぼうって言うんでしょうね。それで白いのはね何が綺麗だって言われたってね、カマさせてそれに色くはできないですからね。何も書いてないのが一番いい、それでいいならよしてしまえばいいんだけども、それは人っていうような情けない存在がね、あんたなら情けないって言うのだけどもじゃないんですか。もっといいことあればね、そんなことしないしもね。制作中は妻でさえ入ることのできなかったアトリエです。森一はここで小さなカンバスに生き物や草花の絵を描き続けました。私は生きていることが好きだから、他の生き物もみんな好きです。単純化することで自然の本質に迫る森一の絵は次第に高い評価を受けるようになっていきます。昭和42年、87歳の時には文化勲章の受章が内定し注目を集めました。しかし森一はこれを辞退します。私のことをね、仙人仙人って言うんです。その仙人って言葉が出るとね、途端に何か悪だくみがあるんです、お前は仙人だから一番まずいものを食ってて、俺たちはそうはいかんと、まずいものを食べてたらとても88歳まで長いって言われたでしょ。ことでね、仕事でも何でも、無理がないことじゃないですか。だからね、正当に働いたらね、それはその長くなんかできるわけないですからね。森一が好きだった言葉、無一物、一切の煩悩を離れた境地です。熊谷森一97歳、純粋な心で生き抜いた画家でした。上手なんてものはほら先が見えちまいますわ。ああ上手は先が見えちゃう、行き先もちゃんと分かってますわね。ああ下手のはねどうなるか分からないです。変わる可能性もある。スケールが大きいですわね。